ダイハツビューガン、トヨタパッソ VS ホンダフィット、どっちが買い？徹底比較155。2016年4月に発売されたダイハツビューン、トヨタパッソは直列3液筒の1リッターエンジンを搭載するコンパクトカー。ベーシックなビューン XSAII パッソ XS は緊急自動ブレーキを作動できるスマートアシスト E を標準装着して価格を121万5千円に抑えた。コンパクトカーの中でもエンジンとボディサイズが小さく価格も安い。従来型はトヨタも企画やデザインに参加してダイハツとの共同開発とされたが、新型は違う。企画やデザインから車両開発、生産までをダイハツが一貫して担当した。そのためにトヨタ、パッソは、ダイハツ製の OEM 車という扱いだ。車作りの方向性も従来型とは変わり、ダイハツによれば、軽自動車で開発した技術を小型車に展開した、という。背景には、コンパクトカーの商品力と売れ行きの低迷があり、技術的に先行する軽自動車のノウハウを活用して、ビューン&パッソを開発した。従来から軽自動車と基本部分を共通化するコンパクトカーは存在したが、メーカーが自発的に軽自動車を優位に立たせた表現をすることは珍しい。さて、軽自動車の技術で作り上げたビューン&パッソは、本当にコンパクトカーのライバル車と戦えるのか？このジャンルの主力車種となるホンダ、フィットと比べてみたい。ボディスタイル、サイズ、視界、取り回し性比較。全長、全幅、全高は、ビューン&パッソが 3650mm、上級のシルク&モーダは 3660mm。1665×1525mm×5mm。フィットは 3955×1695×1525mm になる。全高は同じだが、全長はフィットが 305mm 長く、全幅も 30mm 広い。人が一回り大きい印象だ。外観の見栄えは、フィットが横柄な分だけ存在感も強いが、パッソ&ビューンもシルク&モーダでは、フロントマスクが上質になる。視界は前後左右ともにビューン&パッソが勝る。フィットと違って、ボンネットが少し見えて、サイドウィンドウの加担が低い水平基調のスタイルだから、側肩、斜め後方、真後ろともに見やすい。右側のサイドウィンドウから、顔を出すと、ノチ輪が視野に入るから、駐車するときも便利だ。対するフィットはサイドウィンドウの加担が高めで、しかも後ろに向けて持ち上げたから、側肩と斜め後方の視界が良くない。最小回転半径は、ビューン&パッソが 4.6M、フィットは 4.7M で、前者の小回り性能が少し優れる。なので視界と取り回し性は、ビューン&パッソが勝る。